ほら、ケレ太郎のセントラルバスターミナルに再びやってまいりました。今日は最高の天気なのでペニャデベルナルに行きたいと思います。時間帯がよく分かんなかったんで適当に窓口行ったんですけど、ちょうどぴったり15分後に出るということで、これ良かったと。で、62ペソでしたね。はい、62ペニャデベルナル楽しみです。到着しました。1時間ぐらいですね、約。もうね、分かりやすい、目の前にありますね、お目当てのこの巨大な岩。ただあそこまでどうやって行くんだろう。結構距離あるよな。ひとまず腹ごしらえですかね。何かあるかな。チーズいいね。もうとにかく週末っていうのもあって観光客多いんですけど、どんなちっちゃい商店でもあのお酒かなり出してるんですよね。あのメキシコはケレタロとかそうですけど、レストランでもお酒出さないところあるんで、もうそのギャップがすごい。もうみんな飲みまくってますね、昼からね。さあ早速登っていきましょう。入場料がかかりそうですね。30ペソ180円ですかね。さあそれでは、一般の人が登れるのは8合目までで、頂上はロッククライミングの、装備を持っている、人しか登ることができないそうですね。いや、そこまで行ったらね、なんか登りたくなっちゃいそうですけどね。結構急でもう一気に上がっていくっていう感じですね。今いましたね。いや、ちょっと羨ましいですけどね。まあ一番上から見る景色っていうのも見てみたいですが、まあ意外ともうちょっと登れば着いちゃうのかな。結構年配の方とか、あの人によってはもうでっかいカクテル、でっかいコップでお酒持ちながら登る人とか、まあいろんな人いますけどね。まあなので、まあ普通にマイペースを保てば、あの登るのはそんなに大変じゃないのかもしれませんね。
あとは日差しかな。もうちょっとです。岩肌がね、なかなか勇壮ですね。世界に3本の指の一枚岩。いやー、大きさもそうですけどね、なんか岩肌が雰囲気ありますね。頂上だけじゃなくて登っている過程も楽しめますよ。それこそね、登山の醍醐味ですよ。足場が階段に変わりましたね。もう8合目でしょう。ぼちぼち。いやー、これがね、メキシコ随一のパワースポットですよ。一枚岩ってね、どうやって調べるんでしょうね。まあ、調べたんでしょう。時間かけて。まあ立派。ちゃんと滑落しそうなところには警備の方がいらっしゃって、写真撮影に夢中になっている人に声かけたりしてますね。結構ありますからね。インスタグラマーで絶景スポットで撮ってて、撮影終わった後にそのまま滑落しちゃったとか。はい、私もね、十分に気をつけないといけません。このね、ご覧ください、このスリッピーなね、私たちは山じゃなくて岩に登ってますから、岩肌がね、これまた楽しいんですよ。
ここが登ることができる8合目ということですけれども、8合目ぐらいがちょうどいいんですよ。このね、ちょっと引いた距離からこの勇壮な岩肌、これを見ることができると。頂上登っちゃったら見れませんからね、ベストですよ。まあこの岩も素晴らしいですが、ご覧ください、この雄大なメキシコの大地、素晴らしい。基本ヨーロッパもそうですけれども、なんていうんですか、柵とかないんですよね。ちょっと落ちたら死ぬかなみたいなところでも柵はありません。自己責任ということで、今後もですね、撮影をしていくので、私も十分に注意してやっていきたいと思います。クレイジーもね、ほどほどに。それではペニャデベルナルからでした。アディオス。